今年は辰年龍馬の年じゃ。え、龍馬辰年じゃないが。エゲレスではドラゴンというそうじゃ。それがゴーンってなるからドラゴンじゃ。会場の皆様に礼。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは続いて富山市の武蔵屋葵の皆さんです。我々は日本の伝統